皆さんこんにちは。このところをね、悪化度か、まあ、緩めておきます、これが開かないとですね、オイル6だけで入れることができませんから、まずここが悪化度かを、見ておきます。そしてですね、ドレンがこの赤いやつ、マグネット付きのやつを使ってますから、ここになりますけどね、これを緩めていきます。感じですね。これはですね、マグネット付きのね、ドレンボルトを使ってますから、ここにね、磁石になってますからね、今回は結構乗りましたけど、こういう感じでね、鉄粉が、黒く、マグネットに、吸着されますね。でこれをきれいに、取っておきます。でこの間にね、こちらのねキャブレターの、スロージェットの方を、交換したいと思います。夏に比べてね、冬は空気の密度が高いんでね、少し、燃長を濃くしてやる必要があります。まず燃料コップですね、これの場合は、必ずオフにしますね。そしてまずですね、これの場合、このキタコのパワーフィルターがついてますけどね、こちらの方を、外していきます。このプラスですね、緩めていきます。まあ、ある程度、緩めましたらね、このように、外れますから、このガソリンのね、ホースを外していきますね。あとね、このマニホールドとキャブの連結ね、こちらを取っていくわけですけど、ここキャップボルトになってますんでね、緩めますで、ね、こちらの反対側も、このようにね、緩めていきます。キャップボルトですからね、舐めにくくなってるんで、普通の場合よりもやりやすくなってるかと思います。
あ、35を使ってますからね。今回ね、35から38に変えますね。これが、マイナスのネジになってますんでね。はい、このようにね、取れました。取れましたらね、刻印は打ってあるんですけど、すごい小さいですからね。この35のところに戻して、38ですね。こちらの38の方に交換します。まあ、真鍮ですからね、そんなに思いっきり締める必要はないです。ただね、ざっとね、キャブクリーナーで、各部を、掃除しておきます。こんな感じでね、掃除しておきます。そしたらですね、このフロートチャンバーなんですけどね、ここにゴムがついてるかと思うんですけど、このゴムね、すぐ取れちゃうんですね。それとあと少しあのガソリンでね、ふやけてゴムがね、大きくなっちゃってますから、はめるときにね、噛んじゃったりしますんでね。どうするかと言いますとね、この、私はデイトナのグリスを使ってますけど、このグリスをね、まずね、このゴムのオーリングにね、こういうふうにね、まんべんなくつけます。グリスをね、これがネバネバしてますから、こちらへね、こういうふうに、ね、貼り付けるとね、このように、キャップボルトをきっと締めましたらね、このこちらにも、最初オーリングがありましたから、こちらのねオーリングにも、グリスをねつけて編み込みます。こんな感じね。そうするとね、もう外れなくなるんで、後の仕事が楽です。そしたらね、戻していくわけですけど、まずねこれ、まあ、あのチャイナのねロンシンエンジンが、乗っかってる関係でね、ちょっと普通と違うかもしれませんけど、ガスケットをね入れながら軽く手で締めていきます。こういう形でね、片側ずつね、だいたいねこんな感じ、そんなにきつく締める必要はありません。したらね、このドレンボルトとかね、の周りとか、指で触ってみてね、漏れてるとか、あとこの触ったところはね、もう一回締めたかどうか、記憶の中で呼び戻しながらね、確認してください。はい、これでね、モンキーのね、オイル交換とキャブレターの、スロージェットをね、番手を、上げる作業が、終了しました。ではね、エンジンを、かけてみます。コックをオンにしてね、
ね、最後にね、PC20 のね、スローのね、調整を、します。こちらのね、パイロットジェットの、調整も一緒に行います。こんな感じでね、アイドリング状態でね、パイロットジェットをね、閉めたり開けたりしますとね、アイドリングの、高さがね、回転数が高くなったり低くなったりしますから、高いところをキープできるところを、選びます。はい、こんな感じですね。これで、モンキーのね、オイル交換とキャブレターのね、セッティングの動画をね、終わりたいと思います。ありがとうございます。